はい、えー、最後に鍵山優真んについてお話しして終わりにしていきたいと思います。えー、そうでですすすねね山優馬くんはあの予想するのが一番難しいです、ね、というのもあの今季ちょっとショートプログラムに関しては、まあ、不安が、えー、残るんですよ。うん、あのなかなか完璧にショートプログラムを演じきれていないのかなっていうシーンが結構多かったので。えー 実際どういう演技になるのかちょっと不安があ,のありますね。うん、であの団体戦は、まあ、フリースケーティングを演じたんですけど、まあ、かなり、まあ、うまくいって、まあ、あの調子がかなりいいようにはあの見えました。ただあのフリーは、まあ、今季1年を通してみて、まあ、調子が結構いいんですよね。うん。鍵山くんね。だからまあ今季のこのグラディエーター、まあ、フリースケーティングのグラディエーターは結構あの まああの好きな、好きというか、うまくいく、いきやすいね、プログラムなのかなっていうふうに感じているんですよ。ただ、ショートプログラムに関しては、あの、今期 通しててみ、まあ、グランプリシリーズとかを見ても、えーまあ、全日本選手権でも転倒がありましたしちょっとこう苦手というか、まあ、あの苦手意識があるのかなっていうそういうふうに感じていますまあショートフリー比べるんだったらまあショートプログラムの方がちょっとこう苦手な感じがあるのかなって思うんですよねうんなので、えー、今回のまあ今回もあの,、まあ、今あのショートプログラムに関しても、えー、まあ 個人戦のショートプログラムに関しても、ちょっとこう不安が、演技の不安がまあ残るというところがありまして、ちょっとこう得点の予想をするのが、羽生選手と宇野昌磨選手に比べてちょっと難しいかなというふうに感じているわけですね。はいまあ、それを承知の上えで予想の方をやっていきたいと思います。ししかしですね 狩山君は今回のショートプログラムはちょっと苦手な意識があるのかなってお話ししたんですけれどもただ一つですね狩山君の素晴らしい点があるんですよそれは何かと言いますとですねあのいざという試合でめちゃくちゃいい演技をするという、まあ、傾向があるということなんですよねうん、えー、まあそれはまあショートフリー合わせてっていうとこが大きいと思うんですけど結構そのうん狩山君はあの すごくレベルの、レベルの高い試合というか、いざという試合で結構いい演技をすることが多いかなっていう感じがありますね。うん。で、あの、ユースオリンピックとかも、ユースオリンピックの時はショートプログラムで結構失敗をしちゃったかなっていうのがあるので、まあ、やっぱり、 全体的にショートの方が苦手,な苦手意識があるのかなってあるんですけどただまあ精神的に非常に強い選手かなっていうふには思いますね、まあ、昨年の世界選手権でも、えー、まあショートプログラムすごくうまくいっていますしあのすごいプレッシャーがかかる中めちゃくちゃいい演技をしているので、まあ、そういった意味でまあ鍵山君は まあ精神力がすごい強い選手というふうに僕はあの感じています。はい。だから、まあそういった意味で力を大きな舞台で力を発揮しやすいかなと思うので、まあ、そう考えると。まあ、あの個人戦のショートプログラムでもいい演技をしてくれる可能性は？ あの割りし高いいんじゃないかなかと思っていますただまあ,あのショートが少し不安なんで、えー、まあ今回の音楽があんまり鍵山君には,めはまってくんないのかなっていうところもぶっちゃけありますけど、えー、ただまあ,あの団体戦の時の鍵山君の、えーまあえー、フォームですね、まあ、姿勢とかジャンプの,あの着氷のランディングが変わったりソフトな感じがあったっていうお話もしましたけど、まあ、そういった取り組みもしてるんでまあ あのショートも結構あの対策をしてやってきている可能性もあるのでえ楽しんであの頑張ってほしいなとは思ってますがえただまああの今回ねえ羽生選手と宇野昌磨選手がえ最終グループの1つ前の第4グループでまあ滑るというわけでまあ羽生君と山羽生くんと宇野選手の得点が分かっ た状態と言いますかは、まあ、あのその状態それを超えていくっていうまあプレッシャーもあるかと思うんですよだからそこのプレッシャーがどうかというところあると思うんですがまあもう言ったようにその精神的な強さは結構あると思うんですよねうんなのでまあ非常に a、えー、まあ少し不安はあるんですけどもでもあのうーん乗り越えてほしいなというか、えー、やってほしいなっていう気持ちでしょうかねはいうん。 で、あとはですね、あの、特典ということをね、えー、お話ししていこうと思うんですけれども、えー とまあ、結論から言うよりも、ちょっとひもといてお話をしていこうと思います。えまず、えー、2つの要素があります。1つは、えー、個人団体戦での、えー、フリースケーティングの、えー、得点なんですけど、まあ、PCS、プログラムコンポーネンツに着目をすると、まあ、92点ですよね。92点ぐらい点数が出てました。で、あのフリースケーティングは、あのプログラムコンポーネンツの合計に対してあの、かける2点をしてるんですよ。 うん、ショートはかける1点なんで、まあ、単純計算でこの92点を割るにすればいいんですよね。そうすると、えー、点数的には、まあえー、92点の、まあ、半分だから、まあね、24が8で、えーね、250とか45点ぐらい出る可能性があるということですよね。あの、えー、だっけ、えー、ショートプログラムで。で、そうすると、まあ 結構45、6点ぐらいはあの、やっぱり宇野くんのショートプログラムで46点だよ。PCS 出してるっていうところを考えると、まあ、結構 PCS 分かりやまく45点は硬いかなというふうに考えてます。あのショートプログラムでね。うんでえっと とまあ、今回の,その演技内容についても完璧にやれば PCS は45点が出やすいかなと思うしそれからまあ最終グループということもあって、まあ、羽生選手と野昌磨選手のあこに演技を見るわけですから幾、まあ、分点数はちょっと上がる可能性はあるんですよ。うんまあ、そう考えると PCS45 点は超えて46点とか47点とか。 場合によっては48点は厳しいから47点とかでしょうかね。出る可能性も、まあ、若干あるかなと思ってます。少なくとも45点は超えてくる可能性があると思うんで、そうすると、まあ、PCS はそれくらいになりますよね。うん。だからまあ、テクニカルエレメンツ、完璧な演技をしたときに、まあ、テクニカルエレメンツが、まあ、60点を超えてきてほしいですが、まあ、60点ぐらいと仮定したときに、まあ、単純計算で、まあ、60と45点の あのー、ということで、まあ、合計得点が、まあ、105点ぐらいは、まあ、超えてくるんじゃないかなというふうに考えてます。うん、で、まあ、かなり質もかなり良くて加点も伸びてくる可能性もありますので、まあ、105点から108点ぐらい、105点から、まあ、108点ぐらいっていう結構差が大きいとう、結構、鍵山君の場合は、えー、羽生選手と宇野昌磨選手に比べて結構、えー、予想の点差が空きますね。うん ですけれども、まあ、個人的には105点から108点くらいっていうのを目安に考えていただければなと思っています。はい。まあ、それくらいが僕の予想でしょうかね。うん。だからまあ、えー、皆さんが完璧な演技をしたときに、えー、ま姉さんは110点をちょっと超えてくる可能性もあるし、えー、羽生選手も110点を超えてくるっていう、長、ま、所、あ、形成になる可能性があるんですけど、まあ、鍵山君と宇野君っていうことを考えると、まあ、結構なね、 完璧な演技をしたときに、えー、どっちが上に行くかって、かなり、あのー、熾烈な争いになってくると思っています。はい。なので、まあ、ミスをしないっていうのは最低条件なんですけど、まあ、ミスをしなかったときに、まあ、結構、こう、あの、なんだ、宇野くんと競り合うような感じになるかなと思っています。はい。そんな感じかなうん。でも、場合によっては、 結構わかんなくて、もっともっと高い点数が出る可能性がある。要はテクニカルエレメンツが60点とは言わず62、3点とか超えてくる可能性もあるんですよ。だからそう考えると、結構ね、もっともっと点数出る可能性もあるので、そういった意味で、狩山君の予想って一番難しいですね。うん。なので、ちょっと曖昧になってしまったんですが、まあ、105点はね、少なくとも超えてきてほしいなっていう感じで見ていただければなと思っております。 はいではこれで終わりにします以上です。